皆さんこんにちは、りんなです。今日はモスバーガーに来てます。モスバーガー、ザ名古屋のバーガー屋さんで、名古屋発祥なの？名古屋、名古屋今あなた自分でザ名古屋のバーガー屋さんですよねって言ってザ日本名古屋発祥なんかなと思って、はいはい、やり直し噛んだと日本のバーガー屋さんですよねって言おうとしたってこと？はい、もう一回いいよいいよ、このまま使いますよ。はい、モスバーガー、ザ日本のバーガー屋さんですよね。そうだね、はい、日本のバーガーといえばこのモスだね。どこ発祥か全くわからない名古屋じゃないと思いますけどでも日本だもんね。はい、モス派ですか、マック派ですか？あー難しい、その質問を今日答えようと思ってます。あ、なるほどね、はい、だから昔にモス来たことあるけど何年も来てないもんね、はいはい、今日はその外国人からの立場を見てモスはどんなバーガー屋さんかを見たいと思います。行きましょう。じゃあ今日は何を食べようかね。タカのおすすめとか、このモスだったらこれだよみたいなのが。あ、おすすめはモスチキンだよね。モスチキン、モスチキンとそれバーガーじゃないんじゃない？バカじゃない。モスチキンとオニオンリング。ああそうだね。絶対食べたいね。バーガーはモスバーガーとかじゃない？モスバーガー、モスバーガー。モスバーガーとか。モスバーガー。はい、あ、エビカツも美味しそうじゃん。ああなんかマックにもあるよね。あ、照り焼きも美味しそう。モスライスバーガー。ある。焼肉。ライスバーガーもいいじゃん。ベジタブルバーガーもあるよね、確かに。あ、これモスプラントベースバーガー。これじゃない？あ、これ？あ、グリーンバーガー。これまた違う。これ何？これ、そう。あの、バンズが野菜になってるやつ。ヘルシーな。めっちゃヘルシー。ザ日本って感じだよね。と、モスチーズバーガーのセットで、オニポテに、混ぜるシェイク、はい。中を見ると結構明るいよね。あそこに書いてあるね。モスバーガーって。まあ、シンプルなデザインで、だってこっちもさ、ああガーデンみたいになってて、そうワンちゃんと一緒に来れるらしいよ、うん、なかなかないよね、うん、はい、お先にドリンクを、はい、はい、お少々お待ちください。はい、名古屋だからまっちゃん、すごい、はいはい、危ねえ、この白いシャツが紫色になるとかだったねこれは混ぜるシェイクだよ。あ、マグルシェイクね。うわ、美味しそう。うわすごい。うわ、うまそう。このなんか日本に抹茶味は最高だよね、なんでも。マゼルシェイク。なんかこれもさ、子供がいるとさ、絶対楽しいよね。混ぜるのか。子供がさ、混ぜてさ、一つのアトラクションじゃん。あ、来ました。うお、美味しそう、。はい、ありがとうございます。そういう感じなんだね。照り焼きバーガー、オニオンリング。エビカツ、レタス、ライスバーガー、焼肉、全部めっちゃ美味しそう。モスチーズバーガー、何が違うか分かる？うまそう。あのマックで注文すると、ね、もう包んであるでしょ。それかあの箱に入ってるでしょ、うん、こんな感じで来るとなんかすごいフレッシュ感が全然違う。プレゼンテーション全然違う、ね、プレゼンテーションがめっちゃいい。わー、モス久々に来たけどテンション上がりますな。テンション上がりました。はい、社長乾杯。乾杯はするの？ジンジャーエールとシェイクで乾杯、うん、すごい、めっちゃ抹茶の味する。そりゃそうやろ、そりゃそうやろ、お前これイチゴの味したらどうないすんねんやべえっすよ、何からいく？これ迷いますよ。オニオンリングからいく。オニオンリングさんね、知ってた？マックのオニオンリングって世界一うまいんだよ。マックのオニオンリングは世界一うまいの？モスのオニオンリングって世界一うまいんだよ。おいしい。でしょ。まあシャキシャキでジューシーで、あの結構塩が降ってる感じはする。そう。あたかがなんか塩が大好きだよね。そう。味が濃くて美味しい、ね。塩辛いぐらい。そう。シェイクとかと合うからね。甘い。ちなみにね、シェイクにディップしてもいいよ。オニオンリングを？そう。知らない？俺だけこれ。皆さんコメント欄が荒れるかもしれない。皆さんどうしますか。変なこと教えるなってコメント欄が荒れるかもしれないけど、もう意外と美味しいでしょこれよ。どういうこと？このディップね、皆さんもやった方がいいよ。なんかマックではポテトをディップした方がいいって聞いたことあるけど、でもあれさ、ポテトがそこまで塩辛くないじゃん、うん、このオニオンリングめっちゃ塩辛いから、うん、抜群だね。美味しいよ。じゃあ次はポテト食べます。
このポテトはマックのポテトよりでかい。これさ、分かれるよね。マックポテト派かさ、モスポテト派か、うん、こっちのがよりさ、じゃがいも感があるもんね。そう、じゃがいも感が自然な味はする。本当にこれがポテトだよっていうことが分かる。確かにね。マックの出来立て のポテトの方が好き。なぜかというと、細くてカリカリのが好き。え、出来立て派？これ多分さ、30分ぐらい経ってさ、あのふにゃんってなるやつあるだから、ふにゃんってなる。あ、そうそうそう、これだよ。あのしなってなったやつがうまいんだよ、マック。知らない？知らないよ。コメント欄で共感してくれる人いると思うよ。あのマックポテトがあって30分経った時のちょっとしなってなった。誰もいない。オニオンリングなくなりましたよ。はい、私1個食べてたから。俺も今1個食べた。ない。だってこれオニオンポテトだからね。オニオンリング単品じゃないから。オニオンリング買ってこい。美味しかった。もっと欲しいよ。これ食べきれたら買いに行きますから。見て、これ食べきれないと思うよ。だよね。このボリューム。なんかちょっとお腹減ってるけどめっちゃ。ね。これで一人で食べようとしてるでしょ。なんや、はい。これレナ社長の一人の昼飯だよ。じゃあ照り焼きから食べる。このめちゃめちゃ美味しそうなレタスがたくさん入ってる。マックのバーガーだったらレタス1枚だよ。確かに。モスだったら半分レタスだよ。ちなみに照り焼きソース発祥らしいよ、モスが。え、どっから読んだ。何ってるか分かんない。思いついたの。天才かもしれない。これもめっちゃいいよ。これその紙、うん、紙がついてるのがポケットになってるでしょ。ああ、確かにね。ベタベタにならない。なんかこういうところ考えるのがさ、日本人っぽいよね。日本人らしい。綺麗に食べようっていうこの精神とか学ぶこといっぱいあるよ、日本人から。世界の皆さん。でもレタスたくさん入ってるのがありがたいけど、どうやって口に入れるの、まあ、これでもガボッと開いて。うん、めっちゃシャキシャキ、めっちゃ美味しい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15枚ぐらいあるよ。野菜好きにとってはたまらんな。そう、たまらん。で、そのレタスとお肉の照り焼き缶の組み合わせ、シンプルでめちゃめちゃいい。二口目でも美味しい。マヨネーズもついてるよ。照り焼きソースとマヨネーズ。分かってる。これ4つ2人で頼んでるから、全部一人でパクパク食べたら照り焼きのお腹いっぱいになっちゃいますよ。そうだね。で、食べるというね。なんかぐしゃぐしゃにしたのがタカだよ。私は食べた時にはぐしゃぐしゃじゃなかったよ。ぐしゃぐしゃ、レンナーから渡された時にぐしゃぐしゃになってた。ノー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 。野菜が全部落ちちゃった。ああ、ダメや。それでも美味しい？うまい。野菜がマジうまい。チェーン店とは思えない。うん、シャキシャキ。続けまして。何いく？これ。モスチーズバーガー。もう出た。これは、もう印象的なのがトマトのスライスが、あ、トマト、トマト入ってるよ。トマトソースの溢れてるのがすごい。そうよ。あと私はチーズが大好きだから、あのモスバーガーじゃなくてモスチーズバーガーにした。怪獣みたいな、なんかモンスターみたいな。モンスターじゃないと食べれない。おいしい。うん、めっちゃネギが入ってる。おネギ、うん、ネギじゃない、玉ねぎ。玉ねぎとネギは、ネギと玉ねぎが違います。だいぶ違いますけど。はい。うん、超ジューシーだね。これ、今言おうとした。あ、ごめん。これほどソースが入ってるバーガーなかなかないよ。本当にあっちとそっちでめっちゃ溢れてるでしょ。そうだね、海みたいになってるね。ソースの海になってる。そう、本当にこれめちゃめちゃ美味しいよ。トマトどう？食べた？出てきた？トマトはなんか あ、出てきたね。あんなに分厚くても、うん、負けてる感じはする。あ、お肉に？うん、ソースに。あ、ソースにね。あ、でも甘い。わざと今トマトを食べたけど、このトマトめっちゃ甘い。シャキシャキで甘くてジューシーで、やっぱ大きいから存在感あるかもね。ある。こういうバーガー食べたことないかもしれないよ。ドイツのモスみたいなのあるの？マックじゃさ、アメリカじゃん。で、日本のマックがモスバーガーじゃん。ドイツのバーガー屋さん？そう。ないかも。ない。調べたらあるかもしれない。みんなマック食べてるのかな。みんなマック食べてる。日本人幸せじゃんね。マックかバーガーキング。
バーガーキングもアメリカだからね。そうだよ。で結構そこで喧嘩になる。あ、どっち派みたいな。どっち派か。そう思うと日本はすごいよ。これ作ってんだから、ジャパニーズクオリティで。ジャパニーズクオリティで、ジャパニーズ味で、ジャパニーズおもてなしで、ね、ジャパニーズ野菜とお肉で全部。これなんかよりお腹いっぱいになりそうな感じがする、うん、ボリューミーだもんね。さっきの照り焼きの方がなんかレタスたくさん入ってたからすごい、軽かった。レタスでこうボリューム出してたけどね、これ本当にもうお肉とトマトとソースで全ボリュームだもんね。すごいよ。パクパク食べますね社長。俺の分を残すという考えはまだありますか？大丈夫ですか？あります。まだ2個も食べたいし。何何何モンキーになった急に。急にモス食べてモンキー。どこについてるか分かんない。なんか教えてくれないし。急にモンキーになった。次にこのライスバーガーね。なんか ボリュームなくない。確かになんかちょっとこの子やっぱバンズだとさふっくらしてるけどさ、ってかな。あ、これあれだ、焼肉バーガーな。焼肉バーガーだから。ってことは焼肉とライスを食べてる感じだね。そうだね。焼肉食べに行った時の組み合わせじゃん。そうだね。ライスバーガーってさ、モスが発明したのかな。可能性はマックにないよね。あ、あったっけライスバーガーって。いや、その普段のメニューにはないよ。マックはなんか特別なメニューで、多分日本にしかやってないと思うよ。見てこれ、美味しそうだよね。焼肉定食やん。片手で食べれる焼肉定食。そうそうそう。うん、うわ、やば、うまそう。ライスがなんかちょっとその焼きおにぎりみたいな感じはする。あー、ちょっとカリカリしてる。ちょっとカリカリ。だって焼き目ついてるもんね、ここ、見て。本当に熱い。やっぱいいよね、モスってさ、作りたてじゃない、全部が、マックはさ、作ったバンズを組み立てるだけじゃん、モスって注文してから調理するでしょ。多分その違いが、このフレッシュさとか味の良さにつながってると思うよ。そうかもね、本当に今も熱いよ、座って。本当だ、熱っ。もうここに10分ぐらい置いてあるのに、ね、このライスバーガーシェアしないかもしれない。喧嘩になりますよ。欲しければ自分で買ってこい。欲張って食べるから落としましたね。あ、シェアしてあげる。ちょっとこれさ、今食べたけどさ、うなぎのタレの味がするかも。うなぎのタレってわかる？ Yes。 ちょっと甘辛な、めっちゃうまいやつ。甘い醤油みたいな感じ、レタスはないけどね。なんかもうか。なんか寂しいなと思った、色が。レタが全部レタス食べてた。そんなことない。うん、うまい。何しやしないようにあっちに向いてるの。やばいやつ。残しとくからな、俺こっち。あれ、もうラストになっちゃったよ。なんか、悲しくなってきたよ。意外と食べれるもんやね。でも、お腹いっぱいになりつつある。俺絶対食べれないと思ったけど。これ面白いよね。しかもさ、これさ、ヘルシーでさ、いい感じじゃない？見てこれ。レタスにエビカツに。そう、エビカツにしました。キャベツにレタス。グリーンバーガーって感じだね。そうだね。すごい綺麗だね。そう。綺麗じゃ綺麗だけど、多分なんか味的にはなんか足りない。ってことこれベジタリアンバーガーってこと？お肉入ってないよね。エビ入ってますよ。あ、だから。肉タル、ペスカタリアンバーガーか。それはバンズがあってもなくても何にも変わらない。あ、変わらんか。確かに。なんか勝手にヘルシーだと思い込んでるわ。アメリカ人は絶対食べないよね。うん、うまそう、やば。これ何かというと、サラダだよ。じゃあサラダボウルにエビフライが乗ってるトッピングされたサラダだよ、エビカツバーガーはどう？レナ、エビ大好きじゃない？うん、エビ大好き。マックのエビのバーガーも食べたりする。やっぱマックはあれだな、野菜がうまいね。ちゃ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 、モス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 。顔で気づいた今。これが何個も食べれる。しかも罪悪感あんま感じないよね、レタスいっぱい食べてるから。すごいフレッシュな感じがする。モスバーガーのレタスオプションなかったよね。このレタスはちなみに選べるやつが少ないかな。全部の種類がこのレタスに変えれるわけじゃなくて、モスバーガーをレタスに変えたい。レナからの提案ですね。モスバーガーの開発者の皆様、聞いておりますでしょうか。聞いてないでしょ。モスチーズバーガーをレタスバージョンにできると外国人から受けるかもしれません。バーガー食べきりましたね。そう。何が一番うまかった？全部美味しかった。全部、そう。全部全部うまかったね。もう一回食べたいぐらい。
美味しかったけど、強いて言うなら決めなきゃいけないのであればモスバーガーかな。モスチーズ、モスチーズバーガー、チーズが入ってるという理由もあるけど、これぐらいのトマトが入ってたよ確かにすごいジューシーで美味しかったし、そのソースで溢れてる感じの。最後に残ってるのがモスチキン。召し上がり方書いてあるよ、ここで。そうだよ、破って。ちなみにこういう袋、うん、これちゃんと ここで破って食べようみたいな感じのやり方、うん、コンビニとかにもあったりするでしょ。ある、ね、これ日本のおもてなし。なるほどね。手がベタベタにならないような感じでしょ。めちゃめちゃいい。日本人しかそこまで考えない。確かに俺日本で生まれたからあんま考えたことないけど、海外の人から見るとすごい配慮されてるなって思うってこと。いや、なんか普通の袋に入ってるでしょ。でベタ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 か、そっかアイディア的にはさ、すごい簡単だけど相手のことを思ってるから作れるんで。じゃあ食べます。モスチキン、ホクホク。俺マジで好き。サクサクで、まあ、こういうチキンが好きでしょ。そう、あのケンタッキーとかも大好きでしょ。大好き。ケンタッキーと比べてこれはどう。いや、こっちの方がサクサクだよ。食べてみて。ケンタッキーの方がジューシー。その違いがある。サクサクかジューシーかみたいな。で、俺にくれるんじゃないの。俺にくれるんじゃないの。いや、タカが喋ったからもういらないかなと思ってこの女、この女皆さんどう思いますか。ね、渡してあげたら喋り続けた、食べずに。だから食べたくないかなと思って、じゃあ食べてあげようかなと思って。止まりませんね、社長。うん、なんか残りはポテトだよ。あ、出た。俺の教えに従ってもう超これさ、デブパターンじゃないこのもうシェイクとポテトをさ、デブしながら食べるってさ、もうザ・おデブの食事。そう言われましたかちなみにモスの名前の由来は何なの。知らない。いや、いつもモスは英語のモス、コケだと思ってた。コケ、コケ、全然ちゃうなわけないでしょ壁に書いてあるよ。あ、そうなの。モスの由来、マウンテンズ、オーシャン、サン、 MOS、 モス、 MOS。 じゃあモスバーガーじゃなくて MOS バーガーだよ。そうそうそう、マウンテン、オーシャン、サン、山のように、海のように、太陽のように思い込められてるんだね。コケバーガーだと思った。コケバーガー食べましたね、食べましたねどうやって食べれたかわかんないけど、ほぼレナが食べましたね。めっちゃ美味しかったけど、やっぱり4つのバーガーを食べるのが多すぎるよ2人でも。欲張りすぎたね。半分俺にくれたらよかったけどね。半分あげたよ皆さん動画ではレナが全部食べたことになってますよ。動画ではそう見えてるかもしれないけど、タカはちゃんと全部のバーガーの半分ちゃんと食べましたよ。美味しかった。半分じゃなかったやつもあったけどね皆さんの一番好きなモスのメニューを教えてください。今日は4つのバーガーしか食べてないから、それ以外もたくさんあるから、次にまた来るときに皆さんのおすすめのバーガーも食べてみたいと思います。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。